第1位、東海大学川中健介選手。には株式会社健康体力研究所様よりプロテイン、株式会社シンクフィットネス様よりプロテイン、九州学生ボディービル連盟会長三松様より BCAA アミノコンプレックスボディカラーリングサロンヴィーナス様よりカラーリングチケットが贈られます。第2位、日本体育大学石山弾選手。川島健志選手。第4位、早稲田大学佐藤義信選手。日本体育大学までワンポーズの方をお願いいたします。
46と47が50と55の間になります。ご前日でもう一度お願いします。もう一度お願いします。47と46の間に81番になります。向こうを向いてサイドテストお願いします。何とか曲げ伸ばししていいですよ。はい。
あるでしょ。でも、まっすぐ腕を上に近いけど、電話に近い。サイドチェストの要領で、はい、膝を曲げてください。はい、後ろ向いて、レッグカーディアン、こちらの足を置いて、レッグカーディアン。いいですよ、はい、膝を伸ばして、カープレイス、後ろ向いてカープレイス。いいですよ、はい、じゃあもう一回正面に行って、1番と65番だけでもかかってます。46番は55分を50分で入っています。
お願いします。
次で腰に後ろに手を回して下を入れて、はい、腕を伸ばした状態で前で下に入れていきます。そうです。はい、いいですよ。ダウン、フロントラットスプレッド、ダウン、エニーサイドサイドチェスト。
いいたします。なお1位から3位の選手には株式会社健康体力研究所様よりプロテイン、株式会社シンクフィットネス様よりプロテイン、九州学生ボディービル連盟会長三松様より BCAA アミノコンプレックス、ボディカラーリングサロンヴィーナス様よりカラーリングチケットが贈られます。第2位学習院大学狩川圭志郎選手。学院大学本田虎之助選手。第4位国際武道大学市川晃平選手。第5位東海大学諸伏大選手。6位日本体育大学林光大選手。ゼッケンナンバー46番宇佐美和穂選手。部分賞原の部はゼッケンナンバー81番狩川圭志郎選手。部分賞腕の部はゼッケンナンバー81番狩川圭志郎選手。
部分賞、足の部はゼッケンナンバー81番狩川圭志郎選手。部分賞、背中の部はゼッケンナンバー46番宇佐美和乃選手。部分賞、モストマスキュラーの部は、ゼッケンナンバー46番、宇佐美和穂選手。部分賞、ベストポーザーの部は、ゼッケンナンバー81番、狩川圭志郎選手。続きまして、男子ボディービルの部団体表彰に移ります。それでは発表いたします。団体の部、第3位、第2位、日本体育大学、東海大学。第1位、日本大、失礼いたしました、阪南大学。選手の方々は皆様でワンポーズの方をお願いいたします。
ありがとうございました。それではこのまま閉会式に入らせていただきます。まず審査委員長の臼井先生より本大会の講評をしていただきます。臼井先生、よろしくお願いいたします。はい、